attack.皮膚傷とはよく言ったものよ。ケーキ漬けにはぴったりだ。ちぐいねえ、辛気臭い田舎屋敷、せめて最後くらいはパーッとね。
ぞ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。
か。お役立てを。承知。赤様はまだ忍び子分。おぬし、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやおぬし賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。おぬし、ああ、感じおさもそういい。こそおとなしく来い。兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。けんど、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、どっかきっとな、あっしな、竹林坂上のおやし忍び殿のご分。
話なんだ。